韓国芸能人、日本の CM に出演したことがある韓国芸能人8選。近年では韓国芸能人が日本のテレビ CM に出演している姿を見ることが少なくなりましたが、かつて韓流ブームが華やかなりし頃はいろいろな韓国アイドルたちが毎日のようにテレビに出演していましたよね。今回はそんな過去に日本 CM に出演したことがある韓国の人気俳優や女優8人をご紹介します。パク・ソジュン。最初にご紹介するのはドラマや映画で大活躍する韓国を代表する人気俳優パク・ソジュンさんです。1988年12月16日ソウル特別市生まれの36歳。2011年にパーフェクトゲームで映画デビューすると、2012年のドラマドリームハイツーで本格的に演技活動を開始。2014年の魔女の恋愛でヒロインに思いを寄せる年下男子役でブレイクすると、以降主演するラブコメドラマがヒットし続け、ラブコメの神と呼ばれるようになりました。韓国ではその親しみやすさから国民の男友達ナムサチンとも呼ばれてます。そして2020年のイテウォンクラスではラブコメのイメージから一新、絶望の淵に立たされながらも正義感と意志を貫くキャラクターを演じ、日本でも注目されました。そんなパク・ソジュンさんは広告業界でも引っ張りだこで、2021年時には9本以上の CM に出演し、約70億ウォン以上を稼いだと言われています。日本でもファッション、家具、生活用品まで多彩な CM が放映されました。中でも記憶に残るところでは、ワンマンドゥの CM で、ねえワンマンドゥ知ってる？などの流暢な日本語で商品をアピールしていました。キムテヒ。続いてご紹介するのはソウル大学卒業の再演で韓国史上最も美しいと言われる女優キムテヒさんです。1980年3月29日、ウルサン広域市生まれの44歳。2000年にテレビ CM でデビューすると、翌2001年、ラストプレゼントで映画に出演し、2002年の新都市人から本格的な演技活動を始めました。有名になったのは2003年のドラマ天国の階段で主人公をいじめる意地悪な妹役を演じてからでした。さらに2004年のクミホガイデンで最優秀新人賞を、ラブストーリーインハーバードで最高人気賞を受賞しています。その後も2009年のアイリスでヒロイン役を務め、韓国では人気がある女優の一人といえます。そんなキムテヒさんも爽健美茶やロート製薬の美白化粧水雪心地の CM に出演していたことがあります。当時の彼女の可愛さに惚れ込んだ人も多く、人形のように美しいなどと話題になりました。ソン・イェジン。3番目にご紹介するのは、華奢で清廉なイメージが支持され国民の初恋と呼び親しまれるソン・イェジンさんです。1982年1月11日テグ広域市生まれの42歳。1999年化粧品の CM でデビューすると、2001年の美味しいプロポーズの主役に抜擢されドラマデビューします。その後も2003年の夏の香りや、日本でも大ヒットした2004年の映画私の頭の中の消しゴムのヒロインに抜擢されるなど活躍し、韓国を代表する女優の一人となりました。そんなソン・イェジンさんの演技力と清純なイメージが CM コンセプトと一致したということで、日本の缶コーヒージョージアの CM に抜擢され、2005年に日本全国で放映されました。また2006年には
ドラマ恋愛時代の日本放映に先駆けて、日本化粧品会社キンザボヌールの新石鹸の CM にキャスティングされています。シャン・ウンソク。4番目にご紹介するのは、イケメンですねで大ブレイクし、韓流スターの頂点を極めたと言われるチャン・ウンソクさんです。1987年8月4日、タニャン郡生まれの37歳。1993年、6歳で子供服カタログのモデルとして活動を開始し、1997年にはシットコム幸福も売りますでデビュー。以後テレビ番組を中心に子役として活動します。また2004年初めてのラジオ番組で最年少 DJ となりました。2006年のドラマファンジニで知名度を高めると、同年日本ホラー映画着信ありファイナルに出演し、日本での知名度も上がります。そして2009年ドラマイケメンですねでイケメンバンドの気難しいリーダー役を演じてブレイクしました。そんなチャン・ウンソクさん、日本では2011年に全盛期を迎え、サントリーやローソンなどの有名企業の CM モデルに起用され、一日に何度も彼の CM が流れた日にはファンの間でぐんちゃん祭りと呼ばれていたそうです。また当時ペヨンジュンさんやイ・ビョンホンさんなどの大スターを抜き、日本での韓流スターの CM 出演料でトップを占めたと言われました。ペヨンジュン。5番目にご紹介するのは、ヨン様ブームを巻き起こした美少の貴公子ペヨンジュンさんです。1972年8月29日、ソウル特別市生まれの52歳。1994年にドラマ愛の挨拶で俳優デビューすると、1996年の初恋では最高視聴率 66% を記録し、主役を演じた彼自身も人気の座を手に入れました。そして2002年の冬のソナタでペクサン芸術大賞人気賞、 KBS 演技大賞最優秀演技賞、ベストカップル賞、ベストドレッサー賞などを総なめにしました。その後2005年に日本で公開された映画4月の雪は約300万人動員の大ヒットを記録し、2007年にはドラマ「太陽詩人記」でも主演しています。そんなペヨンジュンさんは、冬のソナタをきっかけにピザーラや大塚製薬などなんと10本以上の CM に出演しました。彼が出演した CM はどれも好感度が高く、商品の売り上げも上がったと言われています。ゴンさん。6番目にご紹介するのは、天国の階段でトップスターへと上り詰め、涙の貴公子と言われるコン・サンウさんです。1975年1月1日、デジョン・コウイキ氏生まれの49歳。2001年ドラマ「おいしいプロポーズ」でデビューすると、2004年の映画「マルチュク青春通り」で高い人気を獲得し、アジア中で空前のヒットを記録した伝説のドラマ「天国の階段」でトップ俳優として不動の地位を確立しました。近年でも推理の女王といったラブコメシリーズやハードなアクションが話題を呼んだ映画「騎手」「ヒットマン」「エージェント」などで主演を務め、新たな魅力を創出しています。そんなコン・サンウさんは、日本でも「天国の階段」が放映され人気が出ると、森永乳業やサプコなど多くの日本 CM に出演しました。彼の持つ健康的なルックスと全てを包み込むような柔らかいイメージが、すっきりとした味わいの森永おいしい牛乳のイメージにぴったりだったそうです。イエンジ。7番目にご紹介するのは、話題のドラマやバラエティで活躍する美人女優のユンジさんです。
1984年3月15日、ソウル特別市生まれの40歳。2003年のドラマ、ノンストップ4でデビュー。うさぎや子犬のような可愛いイメージと、同時に、花嫁候補1位という、賢くしっかりしたイメージも獲得しました。その後、2006年、軍や、19歳の純情、2011年、ドリームハイなどヒット作で公演し注目されます。一方、俳優活動のほか、人気情報番組の MC やバラエティ番組などにも出演し、お茶の間に愛されています。そんなイ・ウンジさんは、2018年に P&G のファブリーズの CM に出演したことがあります。当時は、ファブリーズに出ている、この綺麗な女性は誰？と、ネットや SNS で大いに話題になったそうです。シェジュー。最後にご紹介するのは、清楚で可憐なイメージの涙の女王と言われたチェジューさんです。1975年6月11日、馬術師生まれの49歳。1996年のドラマ、初恋の端役に出演して、広く名が知られると、2002年に、ペヨンジュンさんと共演したドラマ、冬のソナタでヒロインを務め、日本でも大ヒットしました。また、翌2003年に、コーン・サンウさんと共演した天国の階段も、チェジューが泣くほど視聴率が上がると言われ、日本でも話題となりました。そんなチェジューさんは、ロッテやロート製薬など、数々の日本 CM に出演していました。当時は、彼女の美貌や抜群のスタイルに憧れる女性が多く、特に資生堂の CM では、彼女の健康的で美しい透明感のある肌に惚れてしまった人が続出したそうです。まとめ、いかがでしたでしょうか。最近では、日本の CM で韓流スターたちを見かけることが少なくなり寂しいですよね。2020年以降、韓流ブーム再来の気配もありますので、また、日本 CM に出演する韓国俳優や女優を見たいものです。